今日は約束のネバーランドが大好きなこの3人で思う存分お話しできればと思います。改めてお願いします。よろしくお願いします。どうします、自己紹介とか明日動きます。そうですね、初めてなんで、はい、札幌丸井三越の広報を担当しております本間と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ私、はい、私サタルライターの徳田夏実と申します。本日はよろしくお願いいたします。UHB アナウンサー田辺桃奈と申します。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと緊張します。え、すごい緊張してますめちゃめちゃ でもせっかくこういう雰囲気もありますし、約束のネバーランドってどこにハマったのかとか、はい、本間さんからお伺いしてもいいですか。そうですね、ハマったところは最初結構絵の綺麗さに結構驚きで、でまたこう最初の一番最初ら辺って結構こんな世界観の漫画あったみたいな、そこに結構引き込まれましたね。本当絵綺麗ですよね。本当に綺麗、なんか絵画で飾ってもおかしくない綺麗さ、細かいし、そうなんですね。表紙もね、どの巻を見ても色も線も美しいという感じですよね。私はいろいろあるんですけど、本当に強いて言うなら2つで、1つがあのバトル漫画なのに心理戦が熱いところ、あんまり見ないと思うんですよね。やっぱこうズババババってこう戦うイコール少年漫画っていうイメージがすごくあったので、少年漫画のイメージを覆すアニメだったなと、漫画だったなと、でもう1つがキャラがすごい個性があること。主人公の3人以外の小さな子供たちにもそれぞれキャラがあるところに、なんかもう一人一人にこう思い入れがどん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 読み進めるうちに生まれてしまって、気づいたらこう没入感でどこ走っていたみたいな感じですね。わかりますよ。田辺さんは何で役ネバにハマったんですか。私は会社の先輩にすごい漫画が好きな人がいて、はい、とにかく面白いから一巻まず読んでみてって貸してもらったんですよ。でその一巻やなんだこれはすごい作品だと思って、もう一巻から買い始めました。あ、しっかりしっかりしっかりハマったんですね。そこからは単行本派なので、もう出るのを楽しみに読んでいたんですけど、で今回改めてまた20巻丸々、はい、読み返したら、はい、またなんか違う楽しみというか、こんな面白かった最初ちょっと脱獄編がもう神だなと思ってます。いやいや、しっかり全ての物語がっていう風になりましたね。読み始めたきっかけとかは、きっかけは私一番最初は大学生の頃に1話だけ読んで、まあ、ちょっと重すぎて無理ってその時思ったんです、はい、でもなんかちょっと話題になった頃に気になるな、そんなに話題になったのがあれからどうなったのかなって読んだらもう止まらなくなっちゃってもう最後までしっかり読んだって感じですね。本当止まらなくなりますよね。止まらないです。だって次気になりません。なります。本間さんいかがですか。私は週刊少年ジャンプ派なので、ジャンプを読みつつ素晴らしいなんか新しいの始まったなみたいな感覚で読んでってどんどん引き込まれた感じです。でも連載始めての時から読んでるとあ、じゃあもう子さんですね一番本当に素晴らしいですね。好きなキャラクターは難しい質問私はフィルが好きなんですよ。はい同感です。ものすごい同感です。フィル、あの幼さでもう全部事実知った上で最後まで待ってる。あのエマと会った時もボロボロ、いや泣きました。めちゃめちゃわかりますこれわかります。可愛いですよね。もうこうギュッてしたくなる可愛さがそうなんです。でもめちゃめちゃ頭いいんだよなっていう尊敬と私より全然頭いいんだろうなって全員確実にもうわかります。難しい、フルスコア絶対取れないですどうですか、好きなキャラクター他に。イザベラやっぱり好きだったなと思いますね。過去形にしちゃったけど多分役ネバ史上一番泣いたのがやっぱママのところですかね。同じくです。本当になんかこう年齢重ねるにつれてこの母性が芽生えるじゃないけど逆にママ目線ですか。子供っていうよりもママ目線になっちゃって、いや辛いだろうなこれっていうので、もう本当に
言ってなる回でしたね、あそこは。そうですよね、本当のママでしたね。本当にママでした。実際ね、目の前にあるので手に取りながらでもいいかなと思うんですけども、でもこの時のフトミライ好きで、表紙がかわいい、やっぱこの5人が印象に残ってます。あんな可愛くないですか。可愛いです。ポニーテールにした時しっかりキュンとしました。男の子みんなキュンキュンしてましたね。あんな本当に可愛い、好きみたいな。わかるってなりました。この単行本で見ると、はい、なんですかね、このか、あの原作にはなってない部分が書かれていたりするじゃないですか。アナザーストーリー的なのが一枚でまとめられてるところも面白い。ノーマンが風邪ひいちゃったとき、あれってあれですよ、アナザーストーリーでしたよね。そうですね、本編にはないところですよね。そう持ってくっていう、なんか4コマみたいなのもあるじゃないですか。そういうところもたまらないですし、でも読めなくなかったですか、最後までどうなるのか。ああ全然全くですよね、はい、なんかそもそも私たち外の世界の人間のはずなのに、外の世界どうなってるんだろうって思ったのが確かになんかすごい不思議な感覚になって、外は外なのに人間がいるかもわかんないって、あーなんか どういうことって思ったんですよね。最後まで突き落とされないかがすごい不安で、うわこのどんでん返しでまた悲しいこと起こるんじゃないかみたいな、ちょっと恐る恐る読んでました。一巻の一話で裏切られてますねみんな。ここからはですね、このコースターをめくってそこに描かれてるイラストについて皆さんで語っていけたらなと思います。ちょっと広げますね。よしよし、どうします、なんか一番緊張しますね。緊張しますね。緊張しますけど、やっぱりここはね、子さんの、あ、そうですリーダーのお前さんからお願いします。ぜひお願いします。聞かせていただきます、はい、何が出るんだろう。じゃあ何、あ、え、あれこれいきなりいきなりいきなりですか。ドキッとした、ドキッとした。怖いですね。出ましたね、あの方と呼ぶしかないですね。あの方と呼ぶしかない。最初出てきた時どう思いました、イメージとか。あ、うん、こう全部ひらがなで書かれるじゃないですか、うん、なんかどういう立ち位置と思いましたね子供なのみたいな。そうなんですよ、うん、この登場するまでの盛り上げ方的にすっごいごつくてラスボスみたいな、そうそうなんです、もう怖いぞみたいなのかなと思ったら、え、このサイズ、サイズサイズ感はねすごい可愛いですよね。なんか文字のフォントとかも、うん、キュルキュル可愛いですよね後ろに竜従えてるみたいになりますよ。確かにさすが細かいところみたいなんこれだ、なんなんって思ってました。でも今回、え、あの方に会えるんですか。いるんですよ、実は今回丸い舞の祭事では会えます、うん、どういうことですか会えちゃっていいんですか会えちゃうんですよ。約束しますちょっと結び直します。結び直しちゃいますか何ご褒美にされるか分かんない、確かに怖いですけど半立体的なあの方に会うことが可能なんですよ。じゃあエマの気持ちになれるね。そうですってことですよね。そうです、待ってたよ田辺ってできる。でも会ってみたいですね。会ってみたいです。会いたいですよ気になる。何約束しよう、何でもね叶えてくれますから一人一回で行きますからね大丈夫さ、全員がもう約束結び直せるご褒美が尽きちゃいますねどのくらいのサイズ感なのかとかも、アンダーで、そうですね、抜くと多分変わらないぐらいにはなるかと。ただまあ写真も撮れるようなスポットになるそうなので、一緒に撮ってもらえるんですか。いやでもピースしちゃいけない気がしますよねそうですね見どころの一つですよね、本当。そうですね、会いたいです、うん、会いたい、うん、まさかでも1枚目にあの方が来るとは思わなかった。思いましたね思いましたね。次行きますか。行きましょう。徳さんいいですか。はい、じゃあ何出るんだ。ベロン、おー、おー、ベーベー、
一番辛い子だと思います。何年秘密を自分のうちに秘めて生きてたのかと思ったら、もうそれ知った時も張り裂けるかと思いました知ってたんだレイと思って。ずっとですもんね。10年、11年、考えられますか。考えられないです。10年も秘密にしろって言われてもできないじゃないですか。絶対言っちゃったけど聞いてって、ちょっと知ってるみたいなママ実はねみたいな言っちゃいますよね。絶対言っちゃう。でも一見クールで結構冷たいのかなと思いきや、全くそんなことないキャラクターじゃないですか。そうですね。ただただかっこいいってただただね、かっこいいです。かっこいいですよ。内側が熱い男です。そうなんです。10歳以上下なんですけど20歳になったレイと出会いたい。そうですね。確かに良かったかもしれない。レイの印象とかどうです。やっぱりレイはクールなイメージだったんですけど、マッチを投げるシーン、はい、あーはい、もうあそこが苦しくて苦しくて、だって絶対まだみんなと行きたいはずなんですよ。それでも家族を守るためっていうのと復讐のためっていうので自分の命を犠牲にするって、いくら家族とはいえそんなことできるレイってすごいし、なんかやっぱり行きたいんだよなってっていう気持ちが隠れてるセリフだから、本当に辛い、すごく辛いと思ったシーンでしたね。何巻くらいでしたっけ。4か3、多分5巻はもう、もうそうですよね、いい感じになってるので、ちょっと4巻の終わりとか、ここ、あ、そこ、この辺りじゃないですか。本当だ。あ、まあ、ゾクゾクしてきたあ、この辺り。いや、そう、こんな悲しい映画終わりますね。ここだ。呪いたい人生だったけど、お前らとの時間すごい楽しかった。いや、これからも楽しい時間過ごそうよ。ここですよね。で、この瞬間本当にまた騙されてます。いや、私もです。もうレイを、あ、レイ、さよならレイってありましたよね。このマッチの行方がまさか M の手だとは。エマの反射神経がないとついちゃいますよ、ね、違いないです一緒に燃えちゃう。本当に燃えてしまう。そうなんです。いやー、ここもたまらなかったですね。じゃあ私が、はい、はい、お願いします。続いて、いやー、どれにしよう。これじゃん。うわー、おー、あー、来ましたよ。これはママとエマ・ノーマン・レイ。このシーンって一巻の一番最初の扉絵じゃなかった。すごい、こういう物語かなっていうことですね。どういう物語なんだろう。そうですよ、まさか約束のネバーランドってどういう意味だろうから入るじゃないですか。そうですね、このままね、最後までっていう気持ちもあったんですけど、なんか、このみんなの笑顔に嘘はないなって思うんですよね。いろいろ見て、いろいろあったけど、この幸せそうな4人に嘘は絶対ないと思うんですよ。大好きっていう言葉も本当に大好きなんだなっていうのが分かりますし、いやー、愛してるんですよね。いや、愛情ですよ。愛ですよ。家族の絆ですよ、本当に。イサベラで私がゾクゾクっとしたのは、あのピーター・ラトリーがについたのかなと思ったんですよ。完全にピーター・ラトリー側だと思う、最後の最後、あ、こっちで、で、ナットも手折るし、もう、いや、痛い。もうエマの足も折ってますからね。そうですよ、折りがちですよね。子供たちも折ってるの、いや、折れるんだですよで、まあ、またじゃあこんな、ね、敵なんだって、本当は味方であってほしかったなって読んだ時の、みんなママそう、あのクルスコアヨのシーンは本当にハマじゃないですか。今これを出た、立ちました。本当に好き。そこで黒、クルスコアっていうセリフがまたママっぽいですよね。ね、あの時たまらなかったです。こんな心強い味方はいない、いないと思って他のママもみんなこうねまあ、あの時もグランマ。そうですね、もうグランマ。でも本当最後ママだからこその愛ゆえの行動なんだなと思うと、なんかママらしい
償いとかじゃなくて子供たちのためにっていう気持ちでやったのかなって私は捉えてるんですけど、ママらしい行動なのかもしれないって思う、守ってっていうところ、思い出しただけでちょっとそこはねグッときますよね、グッときますよね、気持ちうるうるしてきちゃいますよねママのスピンオフとか書いてほしくないですか、うん、あー過去もうちょっと知りたいですよね。そうですよね。ちょっとずつはね、うん、ありますけど。そうですね。もっと深く、うん、知りたいですよね。ママもなかなか辛い過去を過ごしてますよね。うん、ね、秘密知っちゃって、もう制御されてっていうところですもんね。うん、確かにママたちのあの世界って描かれてないですよね。うん、クローネとかも含めて、うん、どんな戦いではないですけど、うん、競り合ってきたのかなとか、うん、知りたいこともねまだあるんですね。いっぱいあります。実はあります。スピンオフ描いてほしいところですねぜひお願いしますじゃあ順番戻っていいんですか、はい、こっちじゃん、エマ来ましたね。エマはやっぱ強い、うん、同性として尊敬してしまう私がすごく思ったのはそのピールたちを置いていくシーンあったじゃないですか、うん、エマの性格上絶対置いていきたくなかったと思うんですよ、もう赤ちゃんも含めて全員でって言ってましたね、全員でって、うん、そこでフィルたちを置いていくって冷静に決断できたこともすごいし、うん、絶対2年後に帰ってくるっていうその自信もすごいなって、私だったら多分2年後に帰ってくる自信なんてないから連れて行こうって言っちゃうところで、うん、その決断ができるエマってすごいなって思ってます、うん、いいですよね、うん、どうですか、うん、エマのすごいところというか、うん、ピーター・ラートリーに対してもエマ一緒に生きようって言ったじゃないですか、言いました、私だと絶対無理と思って無理無理無理と思ってました、もうね言っちゃいますよねそうさようならお前はいいわってなりますよ ね、 ねそのこう本当に全員のことを考えるし敵とも思ってないようなエマのその何ですかね、懐の深さとかも本当に素晴らしいなって思ってました。思うもね殺したくないんですよあれだけ憎むべき相手だったのに、そのエマがやっぱり普段ねポジティブだし明るいし前向きだしっていうところで、みんなもじゃあ鬼も、だって鬼やじゃないですか、もう鬼なんて倒したいじゃないですか悪いやつですね、悪いってもうみんなの気持ちも変えちゃうみたいな、リーダー気質ですよね、本当に素晴らしいです、カリスマ性がすごいエマだからみんなはついていったし、うん、信じて脱獄したわけじゃないですか、うん、じゃあ私がそこで脱獄しようって言ったら絶対信じてもらえないと思ったらついてこない、ついてこないやっぱエマはカリスマ性があって、うん、信頼されてる、まっすぐですよね、うん、じゃあエマみたいなポジティブさが欲しくてそれはもう欲しいですみんな思うと思います、それ本当にまあエマの考えとか元気もらえますよね、うん、もらえます、なんか落ち込んだ時にエマのセリフ聞くと、うん、あもうちょっと頑張っちゃおうかなみたいな思うこともあるから、励まされるんですよね、励まされますね、ジャンプの中でも新しいヒロインじゃないですか、主人公ですけど、そうですね、なんか ここまで正しくあってここまで強くあってここまでポジティブで、うん、こんなに素晴らしい主人公いましたみたいな、いないですよ、そもそもやっぱり女の子です、うんうんね、ジャンプを変えた子かもしれないですね、ジャンプの色がガラッと変わったと言っても過言じゃない気がします、うんうん、最後もうあの人しかいない、もうあの人しかいませんね、いませんね、ベロンノーマン、うん、正直ノーマン生きてると思ってました、いや、どんな予想でした、最初見た時、あの単行本の最初のプロフィールのページあるじゃないですか、登場人物、はい、あそこにしっかり×書いてあったから、あついてます、もうあノーマンはもうこの世にいないんだって、んみんなはノーマンの気持ちを胸に戦っていくんだっていう気持ちで読んでたんで、もう出てきた時にはあーノーマンってなりました、しなりましたよね、でも出てくときにえって言って終わったじゃないですか、終わりました終わりました、あれが、うんうん、こっちもえってなってそうですよ ね、 ですね、そうですね、そこがまさに伏線で出てくるのかなと思ったら、まあ、しばらくやっぱり出てこう、長かったですよね、長く感じますよね、本間さんとどうでしょう、ノーマンの
か僕は僕を利用するみたいな、あ、死亡フラグかと思ってました出てくるワードがもうガチで熱量がする本当ですね。その絵から私はいやこれノーマン闇落ちするって、あそれはありましたか、あすごい敵になる、うわー鬼側かと思っていろいろ考えちゃっていましてずっともう出てくるじゃあしばらくしばらく闇落ちます。そうですね確かにあの絵のセリフからは考えられそうですもんね。しかもノーマンも頭いいしそうなんです、確実に厄介な敵側ですね敵にはしたくないですよね。うん、したくないです。いやでも出てきた時は本当に安心しました。よかった、やっぱ3人は3人で戦ってほしいってずっと思ってたんで、あノーマンが来たからやっと3人が本領発揮できるって思って来てたってなりましたよ、ね、なりましたね。鬼を全滅させるみたいな時のちょっと黒目のノーマンも良くないですか。良かったですね。ありますよね。わかります、ありますよね。ありますこのノーマン、 あくまでも天使のように変わらないそのノーマンも好きみたいな。いやそうなんですね。しかもちょっとやっぱり成長してるじゃないですか近づいてきたじゃないですか。これシュッとしてくんですよね顔が完全に特効になってるそうそうなんですありがとう。それも好き。それも本当生きててよかったです。本当ですね。それにつきますね。いいんですか？すごい。無理したい。あら、あ、そういうやつ。この会議ですよね。これ。うわー。ええ。こういうの大好き。これが気になってたところ。ネームと、はいはい、デミズ先生がこういう風に絵にして、